皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが12月26日に配信した、火曜日恒例の予言を数回に分けてご紹介します。2023年12月26日の予言。美しい魂をお持ちの皆様、素晴らしい休日とクリスマスをお過ごしかと思います。心地よく2023年の暮れを迎えましょう。また祝うべき満月もやってきます。本日は満月でありまた本格的な水星逆行が始まり今年最後のエネルギーシフトが幕を開けました。エネルギーの波がこの地球に降り注いでいます。このエネルギーシフトの波に乗って2024年へ突入しますが、ここで過去の予言と新宅についてのニュースに触れようと思います。本日の予言の多くは2024年の予言の前座の部分をお届けします。本日は2023年12月26日の特別なティータイムを皆様とご一緒したいと思います。残念なことにいくつかの銃撃事件もあり、前にもスピリットがクリスマス休暇の時期は注意を払うよう警告しました。特にクリスマス商戦の時は気をつけるようお伝えしました。この時期のショッピングモールで事件が起こるビジョンも皆様と共有しました。プラハやハワイのショッピングモールで残念ながら銃撃事件が起きてしまいました。ですがまだ以前予言した大規模な惨劇は起きていません。この狂ったエネルギーが2024年に私たちをどのように導くのかについてもお伝えします。スピリットは何度かトルコに警告を発してきました。以前にもトルコが軍事衝突に巻き込まれることについてお伝えしました。実際先週末にトルコはイラクを攻撃しましたがまだ大事には至っていません。またドイツでも緊張が高まっていますが、第二次世界大戦後軍備をしてこなかった国がここに来て軍備を増強しています。これは大きな疑問を投げかけています。イスラエルはまだ攻撃を続けており無実の命を奪っているのです。スピリットによればネタニヤフは失脚するそうですが、世界中の対立は来年どのような展開を見せるのでしょうか。前々からイタリアで起きたクルーズ船が横倒しになるような事故が起こると予言していましたが、ノルウェーの船が横波で倒される事態が起きました。幸い犠牲者は出なかったもののこれは船旅に対する警告と見るべきでしょう。このようにエネルギーの波が降り注いでおり、この状況は1月11日まで続きます。この流れを私たちのために使おうと思いませんか？2023年に置いてくるべきものは年末までに置いていきましょう。これから年末そして年始にかけて輝かしい新たな光明が差し込んできます。これらの光を自身に取り込んで最高の結果を迎えましょう。2024年の予言は何も元旦だけでなく、この配信でしか聞けないものもあるため、来年の予告を見るつもりでこの97回目の定例予言をご覧いただければと思います。これからティータイムの始まりです。真実とともに、美しい魂をお持ちの皆様、本日は素晴らしい日をお過ごしだと信じています。また幸せなクリスマスと休暇を楽しんでいることを願っています。きっと輝かしい新年を迎えられるでしょう。来年は素晴らしい年で数秘術では八の波動に包まれます。私のチャンネルを訪れた皆様、そして戻ってきた方々、私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。皆様を限りない愛と感謝でお迎えします。真実の予言と信託をお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。この無料のコンテンツをお届けできるのはひとえに皆様のおかげです。YouTube だけでなくRumbleや Spotify でも配信をしています。また新しいウェブページであるスピリットマン JP のサイトも見ていただければと思います。新年には18回目の元旦予言をお届けします。ただしその内容は12月23日に録画して編集したもので2時間になります。その前半はエネルギーについてで、
どのようにそれを利用するかについてお話しし、後半は特定の予言についてお伝えします。多分40かそれ以上の予言をお届けするつもりです。それでは97回目の定例予言へ駒を進めましょう。このクリスマス明けの本日に美しい満月を見ることができます。そのおかげで本日はとてもパワフルな日となります。これが今年最後の満月であり、その一方で水星逆行の影響も受けるのです。2023年は爆発的な出来事がいくつもありましたが、2024年に入れば花火が炸裂するような年になるでしょう。エネルギーが降り注ぐ時は地殻もまた動きます。そして少しずつ地軸もずれていくのです。その動きは2011年から始まっています。それが厳しい自然災害を引き起こし、本当に皆様の地域でもブリザードが吹くような状況になっているのでしょう。これから1月11日にかけて蒸気を逸した天候に見舞われるかもしれません。多くの地域でこの冬初の大雪や大規模な凍結を見ることになります。私は雪嵐を見たいのですが、今のセドナはとても穏やかな状況です。去年はとても多く雪が降り、それまで見たことがないほどでした。雪は12月22日の冬至から3月末の春分の日まで降り続きます。私が住んでいる場所は砂漠地帯ですが、5200フィートの標高があり、全くの砂漠であるツーソンとは違います。アメリカやイギリス、日本、そしてロシアにいれば大地の怒りから逃れることはできません。地球は年を追うごとに動いており、今後数週間の間は地震も多くなるでしょう。これから1月半ばまでは巨大地震にも警戒が必要です。満月とエネルギーシフトは新たな光明が差すのを後押しし、それはとても素晴らしいことになります。この新たな光明は大抵太陽フレアから生まれてきます。今はエネルギーシフトの時期で、新たな光は12月30日から1月3日の間に到来します。つまり新年の時にその光が差し込むのです。ですので大晦日の日は飲みすぎないようにしてください。ちなみに私は全くお酒を飲みません。スピリットは水をたくさん飲むように勧めています。時に12月30日から1月3日までの間にです。そして今から来週にかけて十分な休息をとってください。この満月のせいで眠れなくなるかもしれません。皆様はアセンションの兆候を感じているかもしれません。以前アセンションする11の兆候という動画を配信しましたが、皆様はこの地球に届いているアセンションの合図を感じているでしょうか。その動画をご覧になればわかりますが、私たちはアセンションする兆候を日々受け取っており、その中には光明も含まれます。これからさらなるアセンションと覚醒が進むでしょう。前々からお伝えしている通り、他人を目覚めさせようとすることは不可能です。自分の夫や家族が覚醒しないからといってそれを無理強いすることはできません。人それぞれ目覚めるタイミングは異なります。人はその周囲の人たちの波動に影響されるため、惨めな人に囲まれている人は惨めな波動になります。喜び楽しむ人たちに囲まれている人はそのような波動に包まれ、成功者に囲まれている人の波動もそのように影響されるのです。ですので他人を目覚めさせようとあまり一生懸命になる必要はありません。中には決して目覚めない人もいて、そのような人たちはこれから大量に地球から去ることになるでしょう。それはそれぞれの人の魂の契約で決められており、去るべき人は去る運命なのです。このような様々なエネルギーが到来することにより、今年の年末から来年の年始にかけて心よく過ごすことができます。いかがでしょうか。ギリギリ大晦日の配信に間に合ったと思いますが、お酒を飲みすぎないように気をつけてくださいね。皆様良いお年を。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、
ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。本年度もご視聴ありがとうございました。また来年お会いしましょう。